支配人、すみません、よろしいですか。あ？ホールのお客様が支配人とお話ししたいと言ってるんですが。どんな客や。どうも日本人じゃないようです。多分中国人の。背が低くて少しくたびれた感じの。支配人、いかがいたしましょう。すぐ行く。どこのテーブルや。ご案内します。こちらへ。支配人、こちらのお客様です。お呼びでしょうか。ああ、私ね、支配人さん。ジャンバレーの闇医者、なんてやったんか。グラント、いいお店、全部支配人さんのおごりね。おい、ここはもうええ。俺がこのお客様の相手する。それと、こちらの患者は俺持ちや。頼むで。かしこまりました。昼はすまんかったな。あんた、怪我しとらんか。いいよ、もうこっちの方が人数多かったし。あなたほんと強いよ。李さんも顔負けねえ。おい、酔っ払う前に用件言えや。その理由はどないした。ああ、そうそう、私李さんのお使いで来たよ。李さん、あまりこういう店で顔を晒したくない。だから私、伝言頼まれた。伝言？大丈夫、私まだ寄ってないよ。リーの伝言はないや。あなた、これからすぐ店抜けられるか。なあ、なんで。お店出たら、あなた自分の家に向かう。支配人さんの家、ここから遠い？いや、蒼天堀沿いや。まあ、ご都合ね。李さん、あなたが家に着いたら、そこであなたに声かける。李さん、お店から出たあなたのこと、どこからか見てる。俺のねぐらを突き止めたいっちゅうわけか。私、伝言伝えるだけ、よく知らないよ。そうか、わかった。あんたはこのまま好きなだけ飲んでいけ。本当？いいの？はあ、さすが太っ腹ね、支配人さん。私、あなた大好きよ。マジマ。やっぱりや。どっかで見た顔や思とって。グランドの支配人、マジマゴロ。ゆうべは世話になったな。ゆうべどちらさんでしたっけ。わしらんことはどうでもええんや。マコトちゃん、どこやった。あの女、どこ隠したんや。お前ら。女さらいに来た連中か。何や、そっちから顔出してくれたんか。どれ、余裕かましよって。何笑とんねん。なんであの子が狙われとんのか、これでやっとわかる思うてな。舐めとんのか。昨夜は油断したけどな。今日はそうもいかんで。もうわしらもなりふり構ってられんのや。国道を舐めとったらあかんでくれ。どんだけごついねん。なんなんやお前。逃げんなよ。
俺に用があったんとちゃうんか。くそ。こっちも聞きたいことがあるんや。きっちり答えてもらおうか。店の前で何やってんだ支配人。佐川なんかトラブルか？らしくねえな。お前さんが店のすぐ近くで暴れるなんてよ。ん？別に何でもあらへんわ。なら店をおったらかしてどこへ行く気だ。牧村誠は見つかったのか？まだや。へえ。けど昨夜お前ねぐらに戻らなかったそうじゃねえか。で、てっきり牧村を見つけたかと思ったんだがよ。今探しとる途中や。昨日の今日やろ。まだ時間はあるやろ。まあな、見つかっちまえばあとは殺すだけだもんな。でも早いに越したことはねえ。ならもうええでか。無駄話しとる暇ないんで。無駄話ってことはねえだろ。こいつはほうれん草だ。え？報告、連絡、相談。上司と仕事する時のイロハだろ。ほうれん草。せやったら報告と連絡は以上ですよ。相談はねえのか？あんたに相談するくらいやったら電柱にでもしとくわ。はあ。リーカ。ああ。あれから怪我の具合はどうや？ふん。お前、痛み忘れるコツ知っとるか？ん？がむしゃらにやらなあかん仕事やることや。ヤクザから逃げ切らな、わしらどこまでも追われるんやで。痛み感じとる暇ないわ。そうかもしれへんな。それよりお前、ここどないなっとるんや。あ？何のことや。このアパート、そこら中から見張られとるで。少なくとも4カ所から。よう気づいたな。お前、誠のこと隠しとんのバレとんちゃうか。いや、ずっと前から監視されとるんや、ここは。俺の雇い主も。お前の店の周りもやで。分かっとる。他に蒼天堀からよそに出る道も全部や。俺は蒼天堀から出ることを許されとらん。連中が監視しとるんは俺をこの町に閉じ込めとくため。この町全体がお前の檻っちゅうことか。せや。どういうこっちゃ。俺はもともと東京のヤクザや。それが上に噛みついて下手打った。大阪で買われとる今かて、いつ殺されてもおかしない。なるほど。まあ誰でも他人に縁裏は持っとるもんや。けどせやったらここじゃゆっくり話せんな。場所変えよ。誠のおるとこで落ち合うで。一応誰にもつけられんようにルート教えたる。誰にもつけられんルート？ああ、ほぐし会館の診察室の奥に隠し戸がある。いつもは棚で塞いどるけどな。そこから隣のビルに抜けられるんや。もし尾行されたとしてもその隠し戸使えば大抵の相手はお前を見失う。なんで店に隠し戸なんて仕込んどるんや。せやから言うたやろ。誰にでも他人に言えん裏があるもんや。とにかく誠んとこ行くときは用心するんや。さっきグランドの前で絡まれとったやろ。お前の素性は昨夜誠さらに来たヤクザにも割れとる。どっから見られとるかわからんでいい。なあ、
そしたらほぐし会館の隠し戸使えばええんやな。せや、そこを抜けたらあとはまっすぐ誠んとこ行け。そこでわしと合流や。ええな。わかった。しゃあねえな。疲れたの。早いとこマッサージしてもろうて、バキバキになった体をほぐしてもらいたいわ。俺や、入るで。ん？お前んとこの店長もう来たんか？うん、今飲み物買いに行ってて、すぐ戻るって。その封筒は？知らない。あなたに見てもらえってリーさんが。こっちゃ。封筒、何が入ってたの？若い女の写真や。同じ女が何枚も隠し撮りされとる。リーさんがそんなものを。なんで？よう、早速見とるな。よう撮れてるやろ。リー、なんなんやこの写真。まあ待てや、言われんでもこれからじっくり説明したる。さあ飲めや。ありがとうリーさん。お前の分もあるで。リー、なんや考えがある言うてたんはこの写真のことか。大体この女誰や？結婚詐欺の常習犯や。それだけやない。こいつに貢いとった男が何人か不審死しとる。多分絞るだけ絞って縁切り代わりにやったんやろ。けどこの外道女のええとこは年頃と背格好やな。まことによう似とる。それがどないした？よう効く薬やで、ほんま。リ、お前何を？こっから先はこの子に聞かせる話とちゃうんでな。少し眠らしとく。お前も殺し屋にしちゃ鈍いな。その写真の女はな、誠の身代わりや。身代わり？ええか、殺しの依頼した時その依頼主は何が欲しい？的を殺したっちゅう結果や。せや、結果や。殺した結果っちゅうのは死体。死体があれば雇い主は納得する。せやからその写真の女には誠の身代わりに死体になってもらうんや。なんやて？わしとお前でやる。死体にこの服着せてな。死
体見つけた札は身元確認すんのにわしんとこ来るやろ。そしたらわしはこう答える。間違いありません、その死体はうちの従業員です、言うてな。青か、そんなん札が調べたらすぐバレるやろが。大丈夫や、女殺した後はその顔を誰かわからんようにしてしまえばええ。指紋も薬で焼いてるんや。お前は何なんや一体。本当のこと言えや。お前は何もんや。ただのハリシとちゃうやろ。なんとか言わんかい。わしも元はあんたと同じ殺し屋や。なんやと。大陸系の組織に雇われとった。最後に仕事したんは半年前や。半年前。確かあんたがこの子拾ったんもその頃や言うてたな。いや覚えとったの。せやけど考えてみ、組織に監禁されとる女がおったとして、どないしてわしがそれを拾えんねん。道端にでも落ちとるか。半年前わしは組織に雇われて韓国系の連中を襲撃した。女のしのぎめぐってごたついとったんや。そん時までにこっちも何人かやられとった。倉庫におったんは二人。そいつらを始末してみると、そこに半裸の女がぎょうさん監禁されとってな。鍵開けた途端みんな我先に逃げよった。けどそん中に一人だけ身動きできん子がおった。それが。ああ、まことや。この子は見えん目でわしの手探してな、ぎゅっと握って離さんかった。泣きながらありがとう繰り返して、わしはその小さい手どうにも話すことができんかった。あんたはそれ以来の親代わりっちゅうわけが。はい、せやけどわしも昔はほんまの娘持つ親やった。小さい時から病気がちでな、薬の副作用で最後はよう目が見えんようになった。その仕草があん時の誠と重なり合うてもたんや。真島、わしはもう自分より先に娘行かせるわけにいかんねや。娘守るためやったら赤の他人なんぞいくらでもぶっ殺したる。それがええことやないことも分かってる。せやけどもう他に手はないんや。お前にも手貸してもらうで、真島。お前の雇い主に誠殺した報告してもらわなあかん。はあ、極道舐めすぎや。そんなエコ細工すぐバレる。せやったら他にどんな手があるっちゅうねん、言うてみ。話やしまいや。俺はお前の計画には乗らん。そうやってまた逃げんのか。わしにはわかるで。お前が片目なくしてもたんも備えして逃げてきたからやろ。なんやと。なんやかや理由つけて己の手汚さんとずっと自分を正当化してきたんとちゃうか。けど
お前も所詮元は極道やったんや。一度黒に染まったもんはどこまで行っても黒。せやったら腹決めて地獄を釣らんかい。お前が俺の何を知っとるんやボケ。最後にもう一遍聞いとく。わしの話に乗る気はほんまにないんやな。ないな。そうか。そしたら黒に染まった門の流儀教えたるわ。どの道わしの計画知ったからには生きてここから出すわけにはいかん。死ねや真島。なあ、ま待てや真島。ほんまに身代わり立てるしか手がないんや。この先誠を守りきるには誠の死体が必要や。このままやったらいつか誠んとこにお前以外の殺し屋が来る。それより前にお前もやられるで。なんでそれがわからんねや。それやったらそれで俺が向かってくるもん一人残らずぶっ殺したらば。なんやと。そんなできるわけ。確かに一度黒に染まったもんはどこまで行っても黒や。そっから抜けることはできんけどな。それでも噛みつく相手選ぶくらいはできる。それが俺の流儀や。おい、やめろや。風邪ひかんように見といたれや。あんたはその子の親代わりなんやろ。何しとんのや俺は。ああ、支配人、おはようございます。おう。先ほど支配人宛てにほぐし会館のリー様という方からお電話がございました。リーから。ご存知の方ですか。まあ、そいつなんて言うとった。それが支配人にすぐそのほぐし会館に来ていただきたいとしかおっしゃらなくて。支配人。わかった、よう伝えてくれたな。いえ、それでは失礼いたします。
お伝えしていきます。おお、マジマ、よう来た、待っとったで。傍聴まで、何興奮しとんねん。そら興奮するに決まっとるやろ。な、お前水草やないか。たった一人で。せやけどこれで一件落着や。ようやったで、マジマ。何の話や。何って、お前やったやろ、あの写真の女。今日未明、蒼天堀川で発見された若い女性の遺体は、身につけていた衣類などから牧村誠さん20歳とみられます。遺体は損傷が激しく、大阪府警では牧村さんが何らかのトラブルに巻き込まれた殺人事件であると断定。捜査本部を設置し。何や、これは。おい、お前がやったんちゃうんか、あの写真の女を。俺はやっとらん。やるわけないやろ。せやけどお前、死体は昨日お前が持ってった誠の服着とったで。何やと。朝店にデカが来てな、身元確認や言うて死体の写真見せられたんや。顔は潰されとったが、服は間違いなくお前に渡したやつや。はい、ほぐし会館です。ああ、お前にや。変わったで、真島や。わしからのプレゼント受け取ってもらえたか。何の話や。決まっとるやろな、牧村誠の死体や。何やと。あの子はこれで死んだことになった。あんたの雇い主もこれで納得やな。あんたが消される心配はもうないっちゅうわけや。感謝してもらうな。お前何もいや、目的は何や。取引したいんや、あんたと。何わけわからんこと。実は今な、あんたの店で飲ましてもろてんねん。お前グランドに。いやもうちょっと。ええ店やな、真島くん。わしここ気に入ったで。今から一緒に楽しもうやないか。あんたも早おいで。一体何がどうなっとるんや。なんで知らんやつがわしの計画知っとった。おい、どういうことや、真島。さっきの電話の男、多分あいつは俺が捨てたもんを拾ったんや、公園のゴミ箱から。ああ、俺があんたから取ったほぐし会館の制服、身代わりにするつもりやった女の写真、俺がそれ捨てたとこ、その男はどっからか見てたっちゅうことや。そういうことかいな。それつこて誠の死体を偽装したんやな。けど何もんなんや。もしかしてお前の雇い主とちゃうか。ちゃう。俺の雇い主やったら本人が電話してくる。電話の男は別口や。けど俺が誠の殺し命じられとんのは承知しとる口ぶりやった。となると前にここに来たヤクザどもか。まずその関係やな。電話の男は俺と取引したい言うとった。奴の欲しがっとるのは牧村誠っちゅうことや。
どないする？相手はグランドで俺を待っとる。あんたはあの子についててやれ。そらええけど、お前一人でのこのこ出ていくんか。相手はお前を待ち構えとるんやで。これ以上うろちょろされたら目障りやからな。それに奴に聞けばあの子が方々から狙われとるわけもわかるはずや。そろそろ蹴りつけたる。どうも、真島さん。お前は？その節はお世話になりました。お店の中にうちの組長がお邪魔しております。組長？ええ、先ほど組長からお電話差し上げたかと。牧村誠の死体お受け取りになられましたよね。どうぞ、親父が待ってますから。わしのも触ってえな。いや、もうほんまに特別ですよ。え、ちょっと立ってるやん。当たり前やん。ちょっと嫌や、やめて。せやったらいくら払えば揉んでくれるん？せやな。じゃあ1万で1秒。ほんまか。なら100万で100秒や。当店はみだらな行為は禁止です、お客様。支配人。ほう、あんたが真島君くんかいな。固いこと言うなや。場がしらけてしもたやんか。ですが、それが当店のルールです。はいはい、そりゃエロすいませんでした。支配人怖いな。な、当たり前や。他の客の迷惑になるような真似されて支配人として見過ごせるわけないやろ。ちゃうねんって、そない乱暴なことせん。これでもちゃんと筋通してますし。実はお店の人に頼んで貸し切りにしてもらったんや。わしらの会話、あんたも他のもんに聞かれたないやろと思ってな、人払いしといたんや。これでも気ぃ使うてるんやで。まあまあ座ったら。たまには自分の店で飲むんもええもんとちゃうか。何もんや。わじゃな、鬼人会中看板掲げさせてもらってる西谷ってもんや。鬼人会？こっちの欲しいもんは分かっとるやろ、真島くん。牧村誠ちゃん、あんた、あの子どこに隠しとんのや。
前にうちの若いもんが誠ちゃんさらいにハリシンとこ行ったやろ。せやけどあんたが手に負えん言うてな、結局わしが出てこなあかんようになってもうた。お前があのボンクラどもの頭っちゅうわけか。あんた強いらしいな。わしゃ強い男は大好きやで。せやけどそんなあんたが女一人殺せんでえらい困っとる。もう見てられへんで、かわいそうにな。何言うとるんや。まあカリカリせんと聞いて。わしらが欲しいは誠ちゃんの命やない。あの子とちゃんとお話ししたいだけなんや。せやから誠ちゃん、わしらに渡してもらえんかな。なあええやろ、あんたは雇い主に蒼天堀の死体が誠ちゃんや言うたらええ。相手は佐川やろ、キャバレーグランドの裏のオーナーさんや。あのアホに死体が別人やなんてバレやせん。わしは口の堅い男や。誠ちゃんさえこっちの手に入れば誰にも秘密は明かさん。墓まで持ってったるわ。お前らなんであの女狙うんや。うん、そりゃ言うわ。わしらも人に雇われて向いとる。ただまあ真島君もそれ知りたいやろな。なやったらわしから力ずくで聞き出してみるか。あんたもそのつもりで来たんやろ。あれ、なんや真島君、どないしたんや。俺は店ん中で客殴られへん。なあそれ。この店の支配人としての流儀や。なんやなんや、あんたほんまにわし好みの男やな。せやけどどないしよう。真島君の流儀も大事やけど、わしもはよあんたとやり合わな。もう収まりつかんで。せや、そしたらこないしょ。ちょ待って。あ、もしもし、警察でっか。わしキャバレーグランドの支配人ですわ。何、今頭おかしなったヤクザが店でドス抜いてますね。全然客やないです、強盗ですわ。早う助けに来てください。何考えとるんやお前。これでわしは客やないちゅうこっちゃ。札も認める立派な強盗やで。支配に言うたことで強盗まで殴らんちゅう流儀はないやろ。大事な店を守るため、はよ遠慮せんとかかってきてや。真島君、わしゃもう仕事抜きや。楽しませてもらうで。そこまで言うんやったら突き落たる。俺も仕事抜きや。ほな行くで、真島君。がっかりさせんなよ。だ、ああたまらんで。わしこんな初めてや。しぶとい男やな。警察や、そこを動くな。なんや、もう時間切れかいな。
サツの旦那方、わしがこの店を押し込んだ強盗ですわ。エロお騒がせしましたな。はあ、なんやそれ。待てや西谷、お前らが女狙う理由はなんや。どっからの命令や。それは次会うた時のお楽しみや。お前はもうわしの獲物やで、真島か。たく、なんなんやお前。とにかくこっち来い。あの支配人、何があったんですか。貸し切りのお客様は。貸し切りはしまいや。え、あんなにお金いただいてるのに、もう。ええから、お前は札の応対しとけ。他の門には開店準備させろ。今から通常営業や。わかりました。準備でき次第店を開けます。支配人はそれまでどうされてます。せやな、店開くまで事務所におるわ。何かあったら呼びや。はい。佐川藩。よう、邪魔してるよ。いつからここに。札が店に入ったすぐ後だ。にしても随分騒がしかったな。え？それより真島ちゃんよ、お前仕事終えたら電話しろっつったろ。仕事？牧村誠だ。やったんだろ、ニュースで見たよ。蒼天堀に浮かべるなんて随分派手じゃないの。なんですぐ連絡してこなかった。ほうれん草はどうした。うっかりしてたんや。これから連絡するとこやった。はあ、うっかりね。でも妙なんだよな、例の女の死体。俺はなんか腑に落ちねえんだよ。お前さ、なんでわざわざ死体の顔潰したの。そのくせ死体には女の働き先の服着せたままだ。死体の身元隠してえのか隠したくねえのかよくわからねえじゃねえか。妙だよな。人を殺したんは初めてやったんや。自分でもよう覚えとらん。気が動転してたって。はあ、まあそういうこともあるのかな。どうでもええやろ。それよりももう仕事は済んだんや。これで東条会に戻れるっちゅう約束やったで。島野の親父になしつけてくれるんやろな。その前にもう一つ聞きて。さっき店で暴れてた男、お前あいつと何揉めてたんだ。あいつは西谷って男でな、あれでも俺と同じ近江連合の直参だ。貴人会ってな。近江連合の。ああ、近江の中にもいろいろあるがよ、貴人会は他の誰ともつるまねえ跳ねっ返りだ。どこの縄張りだろうと好き勝手やらかす蒼天堀のトラブルメーカーってやつだ。ま、俺は嫌いじゃねえよ。ただその貴人会がなんでお前にちょっかい出してきてんだ。連中と何があった。店ん中で暴れただけや。ええ酒飲み慣れてなかったんとちゃうか。そっか、まあ西谷のやりそうなことではあるか。ならいいんだ。ただこの前からお前の動きが妙でさ、なんか俺に隠してるんじゃねえかと思ってね。何を隠しとるっちゅんや。気悪くすんなよ。
そうだよな。お前が俺に隠し事なんかできるわけがねえ。もしそんなことすりゃどうなるか身に染みて分かってるはずだもんな。よし、そんじゃ島野の兄弟とはなしつけとくからよ。それまでしっかりこの店儲けさせてくれやな。ああ、支配人さん、待って、ちょうどよかったよ。お前、雀荘の闇医者か。リさん、どこにいる？私、リさんに急ぎの用ある。急ぎの用？薬届けたい。リさん、痛み止めの薬切れる、取りに来るって言ったのに全然来ないよ。あんた、リーと会う約束してたっちゅうことか。リさん、何かあったか？私とても心配してる。リさん、どこ？落ち着けや。ちょうどリーと話そう思うとったとこや。わかった。そしたら俺がついでに届けたる。あんた、今薬持っとんか？あ、あるよ。痛み止めの薬、これね。でも、急いであげないと。薬切れると打たれた傷の痛みひどい。多分、動けなくなるくらい。お願いね、支配人さん。おう、お前無事やったんやな。ああ、こっちも異常ないな。ん？ああ、別にないな。ならええ。あんたに預かりもんや。なんや？痛み止め屋とジャンバレアの闇医者がお前に渡せ言うとったで。ふん、こんなん別にいらんけどな。うん？それよりどないやった？電話の男とグランドで会うたんやろ。あの、何かあったんですか？電話の男って。まあ、ちょっとな。お前は気にせんで。それより、リーさん、なんで私に何も教えてくれないの？なんでと。お前急にどないした？全部私が狙われてるせいなんでしょ？だから二人でいろいろ動いてるんでしょ？だったら私にも何か手伝わせて。ただずっとここにこもって守られてるだけなんて。私、ほぐし会館でお前をさらいに来たヤクザらがおったやろ。え？電話の男やユータンはそいつらの頭で西谷って男や。鬼人会いう組引き取る。そいつがお前を渡せ言うてきたんや。それで？俺がさっき会うてきた。お前を狙っとる理由聞き出そう思ったんやけどな。その前に札に連れてかれてもうだ。警察に？西谷も俺の雇い主の佐川いう男も元をたどれば同じ近江連合や。どうやら近江の中でも牧村誠をさらう派と殺す派で別々に動いとるらしい。西谷はさらう派、佐川が殺す派ちゅうことか。せやけど、今一番の問題は佐賀の方や。あいつは多分俺がみすみすこの子殺さんかったこと感づいとる。なんやと？ほんまか？お前らはすぐ蒼天堀から出た方がええ。ここも佐賀に見つかるが多分時間の問題や。リー、どっかこの子連れて逃げる当てないか？まあないこともない。せやけど、どこまで逃げてもヤクザは追ってくるで。この子はいつまでビクビクせなあかんねん。俺が何とかしたる。とにかく今町を出るん。あなたは一緒に逃げないの？俺はこの町に囚われの身や。一緒におるとかえってあんたらが逃げきれんようになる。
しゃあない。誠、ここ出るで。あんまり時間もないようや。え？他にも誰か？なんでお前、まさか俺のことつけてきたんか。リーさん、あなた前に私に教えてくれた。え？あなた言ったよ、日本で生きる中国人とっても大変だから、私たち助け合う。でも最後に自分守ってくれるのはやっぱりお金ってリさん言ってたから、許してくれるよねリさん。おんとれ、わしら撃ったんか。こいつら佐川の手下や。用が済んだらもういらんちゅうわけか。普通やないでこいつら。リー、その子を見とれ。こいつらには今まで散々世話になっとるんや。誠、こっちや。行くで。個人同士の絆より金か。わしは確かにお前にそう言うたな。せやけど死んだらせっかく手にした金使えんやろが。ダホ、リさん。リ、まだ終わっとらんで。他にも佐川の手の者が駆けつけてくるはずや。そいつはほっとけ。あんたを裏切った男やぞ。おい、どないしたんやり。このままほっといたらこいつ死んでまう。助ける言うんか。お前、誠を連れて早ここを出ろ。わしはこいつをジャンバラへ連れていかな。後で合流する。お前は誠と一緒にほぐし会館に行け。ほぐし会館？なんで？誠を連れながら歩いて逃げきれんやろ。車がいる。ほぐし会館の前に店の車止めとるんや。何が起きてるの？リーさん。誠、すまんがわしは。リーのおっさんは後で合流する。お前のことは俺が守ったる。急ぐで。すぐに他の追っ手が集まってくるんや。全部私のせい。ごめんなさい。私のせいでごめんなさい。泣くことあらへんがな。お前は何も悪ない。誠を頼むで。分かっとる。行くで。お前ら佐川に伝えるや。俺らはこの町を出るで。どないした？早うかかってきたらどうや。
俺を止めてみろよ。怪我ないか？大丈夫。あなたは？平気や。おい、リーさん。無事やったか？早かったな。あの闇医者は？大丈夫や。仲間が見とる。それより車や。まだ追手が来るかもしれんのやろ。うん。車はあれや。ちょ待っとれ。こっちや。いや、なんで俺に嘘ついちゃうの？悲しいじゃん。俺にこんなことさせんなよ。今度は俺もちゃんと約束守るつもりだったのによ、うん、女殺したら島野のとこに戻してやるって約束したもんな。なのになんでこんな真似すんの？嘘つかれたらお前のこと助けてやれないよ。もう殺すしかなくなっちゃったよ。でもいいよな、二人一緒に殺してあげるから。誰や？